僕の名前は岡川智弘。新型コロナウイルスのせいで会社をクビになり、15年ぶりに故郷のホテルに帰ってきた。そして現在、岡川智弘36歳、無職。ところで僕の実家は創業120年の老舗薬局。親父が死んでから僕に薬局を次々と言ってきたジジイ。店を継ぎたくない僕はジジイと大バトル。おい、この由緒ある薬局を捨てるってえのか。うるせえし出せんだよ。二度と帰ってくるか。昔は仲良かったんだけどな。はい、これおじいちゃんにあげる。へえ、友が作ったのか。うん、そうかそうか、ありがとうな。懐かしいぜ。そんな僕が生まれ育った町がこの。そりゃ食い物はうまいけどさ。ここも終わりだな。入りづれっ。おかえり、とも。おお、15年ぶり。久しぶり。元気だった？時間じゃ、準備準備。じゃたたたた。嘘をつけよ。仕事なんてないだろ。もう終わりなんだよ。あの店もこの街も。終わらんぞ。この街はまだ終わらんぞ。わしだってあと50年は生きちゃうぞい。ああ忙しい忙しい。みかんみかんじゃねえよ、やべえだろ。あれじゃ薬局どころじゃねえじゃん。もうこれじゃない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 。介護だ介護。検索。おじいちゃん楽しそうでしょ。楽しそう。あれがもうダメダメだ、完全にイカれてらっしゃる。はい、これ。え、何これ。おじいちゃんの宝物。これってこんなもんまだ持ってたのかよ。この手紙は店长推荐的天狗山山顶的樱花实在是美不胜收，那个令人叹为观止的景色，如果有机会，我一定会再去欣赏的。綺麗だな。これオータムなのか？え？I'll never forget the sea of clouds I saw from Kenashi Path. The sky over Otaru was as beautiful as San Francisco. I'm glad I came to Otaru just to see that spectacular view.我想为这个情感交织的城市写上一封情书了。
对我来说最好的还是您的小店，那张床睡起来实在是太舒服了，感谢您为我和我的妈妈带来了如此美好的回忆。カフェってなんだよ、ベッドってなんだよ、うちはただの古くてダセえ薬局だろ。看了吗？日出，日出，日出，在哪里能看啊？这里，ナマラハオ，ハオ。ありがとう。行ってみます。おやすみ。おやすみ。晚安。由緒正しき薬局はどうしたんだよ。いつだって新しく生まれ変われるもんさ。町もお前も友おかえり。ただいま。このおしゃれになって、どうしたのこれ。これか、福島さんとこに頼んだんだよ。福島工務店の圭介。今圭介君小樽に帰ってきてんだよ。本当、そうなんだ。いやでもこれすごいお金かかったんじゃないの。あんな古臭い薬局がこんな綺麗になって。何言ってる。小樽は昔から新しいものに寛容な町だったんだよ。そもそもな。いや分かった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 。ここ泊まれるって本当。おお、泊まってか。泊まれるの。ああ、せっかくだし、今日お前こっちに泊まってけ。あ、いいの。行くか。行くか。おお、行く行く行く。おいおいおい。こっち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 。